皆さんこんばんは、ななみです。今日はエスプリークの新しく出たティント系ルージュ5本を紹介していきたいと思います。それではビデオスタート。はい、ということでね、早速やっていきたいんですけども、まず今回の、プライムティントルージュなんですけども、1つ2300円ですね。で、今回のリップが一応8時間持ちっていうのになっているので、ティント系ということで色残りもしっかりしてくれるリップになってます。全10色あります、カラーが。で、私はその中で5つ気になったカラーがあったので購入してきました。ちなみに北川景子さんがつけてるカラーがレッドの450番なんですけども、ちょっとね、私が思ってた CM のカラーと違かったので、皆様にも見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。カラバリはこのようになっています。ピンク系のものは一つも選んでいないんですが、全体的に見るとちょっとピンク味が強いのかなっていう感じになっています。それでは早速塗っていきます。オレンジの250番。塗り心地は本当にしっかり潤いがある感じなので、スルスル塗れます。まあ、ちょっとピンクに見えがちなんですけども、ほんのりオレンジって感じですね。レッド450番。このカラーは CM で使用されているカラーなんですけども、ちょっと思ったよりピンク味が強いような感じがしましたね。続いてレッドの451番。レッド系なんですけども、これは結構ピンク味が強めの、カラーですかね。続いてローズの650番。なんだろう、なんか CM で見た色がこの色に近いような気がするな。ローズ系ですけど、割と明るめの方のローズっていう感じのカラーですね。続いてベージュの350番。つけてみるとすごく肌なじみのいいピンクベージュっぽい感じですね。これはつけやすいと思います。はい、腕に塗ってみるとこのような感じですね。ではティント系なので少し拭き取ってみたいと思います。ちょっと一番薄いカラーはこんな感じですね。はい、今塗ってすぐなんですけど、こんなにティントしてくれます。やっぱり濃い色の方がね、色残りしやすいですよね。ちょっと腕だと伝わりきらなかったので、何もついてないコットンで落としてみたんですけど、本当にしっかりと色味が残ります。はい、ということで今回はね、エスプリークのリップを紹介したんですけれども、私は今つけてるローズ系の650番です。このカラーと、あとベージュのカラーですね。一番最後に紹介したベージュのカラーがすごく可愛いなと思いました。で、実際に私もしばらく使用してみて色残り見てみたんですけど、本当にちゃんと色残りしてくれるので、そこは安心して大丈夫です。あと皆さん気になる、こうティント系って結構乾燥したりすると思うんですけども、その乾燥もなんか私には感じられなかったので、結構いいリップかなと思いました。あとこの塗る場所ですね、これが細身になっているので、普通のリップよりはみ出しにくいというか、塗りやすいサイズ感だなっていう風に思いました。はい、ということでね、気になった方はぜひ、私は5色しか紹介してないんですけども、10色あるので店頭でチェックしてみてください。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。